皆さんこんにちは。お待たせいたしました。バカナです。ライブ配信開始していきたいと思います。よろしくお願いします。
本の方が少ないのかな。ちょっとね、今日は見れておりません。あ、でもそんなことないですね。日本の皆さん、こんにちは。Stay, hey, every friend. Hello. And 台湾の人とかもいるのか。ダジャハオ。Today is national holiday in Japan.子どもの日、Children's Day。 では次の曲はみんなが知ってる、みんな小さい子も知ってるとか聞いたことある曲もできたらなと思ってやってみたいと思います。ちょっとマイク、すいません、サックスマイクです。Okay. Next song is Happy. Happy Children's Day.
とうございます。 Next song is Japanese songThank you.
ございます、ありがとうございます。それでは次は私のオリジナルソング聴いていただきたいと思います。こっちのマイクはっはっは、聞こえますでしょうか。 Can you listen? こんにちは、それでは次の曲は千葉県木更津市にあります海ほたるパーキングエリア、今は閉鎖してるんですけれども営業してないですね、しょうがないですね。いろんな各地からお客さんが訪れる場所、そして日本で唯一の海の上のパーキングエリアのテーマソングに去年なりましてリリースしました曲です。聴いてください、 Dance with Sea Firefly。Thank you.
with sea fire fly. ありがとうございます。何分ですか？42分。Okay. Next song is my original song called I Told You So. I Told You So という曲をやります。LA に住んでるキーボーディスト、グレッグ・マーニングさんがプロデュース初めてしてくれた曲です。I told you so. Thank you.
ありがとうございます。 Thank you。 サクセスストーリーフィーチャリングフレッシュマニー、yeah。 盛り上がっていきましょう。ストーリーフィーチャリンググレッグマーニング、お届けいたしました。
皆さん祝日はどう過ごされておりますか。ちょうどランチタイムですね、日本では。今日はですね、投げ銭という形でペイパル、そしてノートを使ってお気持ちを募集しております。よかったらよろしくお願いいたします。投げ銭っていう方式はですね、私がストリートライブをやってた頃をすごい思い出して、何年前でしょう、5年以上前ですね、もう6年7年くらい前ですかね。渋谷から始まって、あとは銀座でストリートライブをやったりしてて、でもやめるきっかけがあってやめたんですけど、で今はちょっとねやってません。そんな感じで投げ銭チップよろしくお願いします。あと私のオフィシャルサイト、ベースっていうアプリがあって、サイトがあるんですけど、そこでオフィシャルショップをやってます。そこではもちろんサクセスストーリーの CD とグッズがね何個かあります。T シャツ、あと3月にアメリカからブライアン・シンプソンさんというキーボーディストが来る予定でライブを企画してたんですけど、もちろん自粛ということで中止、延期っていう形にはしたんですけど、まあね、いつになるかからない、今のところ中止、そして2020年の一応ツアーとして組んでたんですけど中止っていうことで、もうねなかなかさ残念だったんですけど、オリジナルグッズを作っておりましたが販売ができなくて焦ってショップを立ち上げたんですけれども、まだ売ってます。もうすでに買ってくれた方もたくさんいて本当にありがたいなと思うんですけれども、まだ継続して売っておりますのでよろしくお願いいたします。それでは次の曲はですね、昨日私が YouTube に動画をアップしました。世界中のサックスプレイヤー、なんかね最初は もうちょっといっぱいいたのかな、もっと いっぱいいたんですけど、でもなんかいろんな理由で曲がね変わったりとか、あとまあこのまあこれには動画私がアップしたのには参加できてないですけど、本当にコロナにかかったとかっていう方もいたりとか、結構世界のコロナの感染の事情がいろいろねやり取りの間で聞けたりとか、すごい大変なんだなって本当に思うことができた経験で、昨日やっと1ヶ月ちょっとかかっちゃったんですけどアップできました。日本の曲で、この曲を知らない海外のアーティストが吹いたらどんな感じになるんだろう、あすごい楽しみだなと思ってチャレンジしました。テンサックスプレイヤーズチャレンジと思い、フラワーズウィルブルーム、花は咲くという東日本大震災の復興支援ソングということで、本当はね3月にあげたかったんですけどちょっと間に合わなくて5月になってしまいましたが、昨日緑の日ということでなんかぴったりなんじゃないかなと思って昨日アップすることができました。 YouTube にあげてあります、若菜サックスオフィシャルというアカウントですので、まだまだチャンネル登録も募集してますし、動画にいいねもつけてください。初めて動画のあんな大人数の編集をしたのでいろんな勉強になったんですけれども、よかったら見てください。じゃあ次の曲、その曲を私一人バージョンということでやってみようかなと思います。あんまり
やったことないですね。やったことないんですけど、初めてやってみたいと思います。 Flowers will bloom 和歌のバージョン。
と2曲、2ソング、お付き合いください。私のふるさと、千葉県富津市、そして上総地域のために演奏したいと思います。ホームタウン。
ありがとうございます。Thank you. Next song, last song, my original song. Let's get together. どうもありがとうございました。
ました。 Thank you。 ありがとうございます。ワンモア、ワンモア、お、ありがとうございます。 Thank you。 OK、 リクエスト入りました。ありがとうございます。何がいいかなと思ったんですけど、日本は今1時お昼ランチタイムなんですけど、アメリカはもう夜ですかね。なんか夜に聴きたい曲にしようかな。ちょっと待ってくださいね。OK、 じゃあ Next song is called What You Want Do For Love。 風のシルエット、ボビー・コールドウェイさん曲お受けしたいと思います。ありがとう。ワカリンって呼んでくれてるのが懐かしいですね。ありがとう。Thank you.
Thank you for watching. See you next time. どうもありがとうございました。またライブ配信したいと思いますので、見てください。よろしくお願いします。若菜でした。バイバイ。